今日3月24日ですね、水質時間は、今11時7分ですね。日本は、今、朝の6時7分と思います。8時間ですね。今回ねまた急遽動画作ったんですけどちょっとね緊急ニュースみたいなのが入ってきてね、志村けんさんねがコロナウイルス陽性反応があって、ちょっと一時重症になったと、ね、今は回復に向かってるけどっていう話がねミスが舞い込んできましたね。で志村けんさんねやっぱり僕たちのね昔からはもうドリフね片ちゃんけんちゃんとね本当笑顔をくれた人なんでね本当にね良くなってほしいです。本当に早く回復してまた笑顔をね見せていただきたいですね。70歳なんでねお年がねやっぱりちょっと高齢なのでうちの母とちょっと下ぐらいかな、うちの母が72、73になりますね今年でねなのでまあ自分のね親父みたいな感じだからねやっぱり一刻も早いね回復を願っております。ね、短い動画でしたけど吉村さんね頑張っていただきたいと思って動画を作りました。ね、今世界も大変なんでね、みんなで頑張りましょう。ね、はい、ちょっと暗い感じですけど今11時なんでねスイスは夜なんで、ね、これで、まあ、終わりたいと思います。この声がね志村さんに届けばと思います。皆さん頑張りましょうね。